井上直也、大橋、の敵なしの強さが存分に証明された一戦だった。先月25日に東京、有明アリーナで行われた世界スーパーバンタム級に団体統一戦でのそれだ。動画、フルトンもたじたじ井上直也が世界に見せつけた衝撃の KO シーンをチェック相手はスーパーバンタム級で4年も王座に君臨してきたスティーブン・フルトン。体育で優る相手でもあったが、 井上は容赦なく攻め抜いた。序盤から攻勢を強めて主導権を握ると、8回に右ストレートと左フックの連打でダウンをダッシュ。さらに再開後に立ち上がった王者に猛ラッシュを仕掛け、リングに沈めた。難航不落とされた王座をわずか1試合で覆した。異次元と言うべき井上の強さには、試合から約1週間が過ぎた今もなお3時が寄せられ続けている。 それだけ30歳の怪物が世界中の度肝を抜いたという少佐だろう。米格闘技専門サイト、クリンチのサンティアゴ・アラウーホ記者は、フルトン戦のパフォーマンスを、スピードとパワーは驚異的だ、と絶賛。その上で、クロフォードと井上は他とは異なる。リング上での振る舞いだけでなく、知性と人格など、ありとあらゆる素晴らしい素質がある。 都市、ライバルたちとの格の違いを称えた。我々は今の階級が井上にとって、それほど難しいものではないと確信している。今の井上は無敵だ。タパレスやネリといったライバルは存在するが、日本のモンスターを倒すための下毒剤は見つかっていない。今後もしばらくは優位性が続くだろう。さらにニカラグアの全国紙、ラプレンザ、のヘルマン・ガルシア記者は、 全ての物事が簡単に予想できる。もはや、津がどうなるか、と考えるのも侮辱的だ。今の122ポンドでの名古屋井上を倒せる選手は誰もいない、と強調。母国の英雄的戦士で、世界4階級制覇王者ローマン・ゴンザレスでさえも、今は倒せないだろう、と断言した。もはや井上に対する成果の高まりは天井知らず。果たして、 この回進撃がどこまで続くのか。まだまだ興味は尽きない。文、構成、ここからネクスト編集部。